番長、元気にしてる？私は平穏な日々を過ごしてるけど、なんだか実感が湧かないの。お父様たちが教えてくれなかったら、誕生日すら忘れてしまってたわ。どうやら賑やかな生活の方が私に向いてるようね。休みに入ってから大好物の桜の塩漬けを作るために、よくお父様と一緒に山登りをしているの。幼い頃の私は待つのが嫌で、桜の花が満開にならないと山に行かなかった。でも今は違うわ。期待を込めて山に入って、この手で花を摘む方が、じっと待つよりもずっと面白いでしょ。館長ならきっと分かってくれるわよね。天気予報によると、今夜は雨風がなくて月見に向いてるそうよ。しばらく会ってないけど、よかったら桜の塩漬けを食べにうちに来て。もし気に入ってくれたらお土産として渡すわね。みんなにあげても次の満月まで食べられる量を作っておいたから。今鳥たちのさえずりが聞こえたの。なんとなく理解できたわ。鳥たちも今夜の集まりを楽しみにしてると思わない？ライデン・メイ。